赤谷。はい。次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから、自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないから、こうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それならはよやれんけい。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？めんどや。どちらにしようかな、神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ、もう赤に決まったんや。それ貸せや。嫌な夢ね。よし。ドラマの撮影行くぞ。Ha ha ha.
さすがだな、真島の兄さん。いや、今日はほんまに勘が冴えとったわ。100発100中やで、な。はい。ありがとう。やめや。備えに感謝されるようなことしてへんわ。遊び半分ってとこや。あ、飯でも食いに行こうか。ええ仕事すると腹がすくの。はい。じゃあキリエちゃん、後のことは任せたで。ほな。そやキリエちゃん、リュウジとかいうやつに負けたら承知せえへんで。俺との勝負も残っとるんやからな。ええ。どうしても郷田隆二との決着をつけに行くのか。夜になったら狭山が戻ってくる。そしたら一人で奴のところへ向かう。それまでの時間、久々に遥かと街を楽しむさ。